承知不知は台湾の卓球選手。高尾市出身。2002年の富山で行われたアジア競技大会では、準優勝。2004年のアテネオリンピックではベスト8に入った。ITTF プロツアーでも活躍。2002年にはグランドファイナルで優勝。2003年ブラジルオープンでも優勝している。2000年、2003年のアジア卓球選手権団体では、 準優勝している。早熟の選手で2003年あたりが実力のピークであったがその後は調子を落とし続け最高3位にまで上がった世界ランキングも一度は20位まで落とした。年齢のこともあり誰もが皆彼のピークは過ぎたと思っていたが30歳を過ぎる頃から両ハンドンのドライブに再びキレが戻り始め2011年には実に8年ぶりのプロツアー優勝。 2012年のロンドンオリンピックのシングルスではメダルこそ取れなかったものの自己最高のベスト4に入った。2013年の世界卓球選手権パリ大会では男子ダブルスで優勝を果たし、2014年の世界卓球選手権東京大会では団体3位の原動力となる。2013年10月に大鳥会鍵集団と10年間のスポンサー契約を結んだ。 2019年9月、チャイニーズタイペイの代表チームからの引退を発表。翌年の2020年東京オリンピックにも出場しないことを明らかにした。素早いフットワークと機関銃のような速い両ハンドのカウンターをプレーの軸とし小柄な体格ながら全身を目いっぱい使ったフォアハンドドライブを武器とする。前世紀の頃は中国にとって ワルドナー以上に脅威と見られたこともある。しかし、その小柄な体格、相手のボールの勢いを利用する、プレースタイルゆえ、カット主戦型を苦手としている。ジュアン、G ・ジー・ユアン・ティリーグ卓球王国2014年1月号、P23 台湾卓球界のレジェンド、承知ぶ代表チーム委員会へラリーズ。ありがとうございます。